今月12日、諫早市高木町で渡り鳥ヒドリガモ1羽が死んでいるのが見つかり検査の結果、A 型鳥インフルエンザウイルスが検出されました。これを受け、県は今朝、 緊急防疫対策会議を開き、県内の養鶏業者などおよそ30人が集まりまりした。会議ではまず国の指針に基づいて実施された半径3キロ以内の養鶏場などの検査では異常がなかったことや県内127戸すべての養鶏場などで消毒用消石灰の散布が今月15日までに完了していることなどが報告されました。 その上で今後の対応について年末年始の緊急連絡体制の確認や野鳥の侵入を防ぐ防聴ネット設置の徹底を呼びかけました。